船橋二日目、12月17日、6クラに起乗、7R のピボタルプレイはデビューから、2、2着。前走は時計も良かったし、いいペースで逃げられたんですが、スムーズな競馬しかしていないので、そうでない場合にどうかですが、勝つ力は間違いなくあります。5R のセールオンファイヤの前走は3着、415キロと小柄なので、 欲を言えばもう少し体重を増やしてほしいところ。でも、揉まれる競馬は経験しましたし、うまく運べば初勝利をつかめそう。12 r のサーブルミラージュの前走は向こう正面で交代するなど、ずぶさが出てしまいました。それだけに、距離が伸びるのは良さそうですね。8 r のお待たせしましたは前走が転入所戦。初めての左回りで外に逃げる面を見せていましたが、 二着と頑張りました。二度目の船橋で上積みに期待します。船橋競馬所属機種、機場場場、5R セールオンファイア B、6R サンディロン A、7R ピボタルプレイ A、8R お待たせしました B、10R ボナセーラ A、12R サーブルミラージュ A、